サウンドロケット TV 小路隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、アンセムのファーストアルバムから推しの3曲ということでお話をしていこうと思います。こちらの動画、以前ですね、アンセムとは何ぞやということでですね、アンセムさんのまあ歴史というかね、アンセムってこういうバンドですっていう動画を作ったんですけども、こちらの方ももしよかったらご覧になってください。以前の動画でもお話ししておりますが、実はですね、私アンセムにハマったのはごく最近でございます。はい、これなんでかと言いますと、当時ね、もちろんアンセムさんは知ってましたし、曲もたくさん聴いてたし、好きな曲もたくさんあったんですけれども、当時はね、私44マグナムに夢中と言いますか、頭の中が全部44マグナムだったので、当時聴きまくるっていうよりかは知ってますっていう、代表曲だけね知ってるというような感じでしたかね。田村、メディアのドラムの田村はアンセムさんすごい大好きだったんで、彼はすごく聴いてたと思いますけど、私はそれに影響されて聴いたという感じだったので、自らもう率先してライブに行ってとか、そういうのは当時はしていなかったです。そんな中で今日はファーストアルバムの推しの3曲ということですけれども、推しの1曲目はですね、アルバムの1曲目に入っておりますワイルドアンセムでございます。もちろんね、ワイルドアンセムはしてたんですけれども、私ちょっと以前ですね、ショートでいろんなバンドさんのリフを弾いたりとかしてるのを作ったんですけど、その時に、ワイルドアンセムとかね、アンセムさんの曲も何曲かちょっとやったんですけど、自分で弾いてみて分かったんですけど、この曲めちゃくちゃ攻撃的で、こう息つく暇もないというか、本当にね、かっこいいリフの作り方をしてるんですよね。だから自分で聴いてるっていうよりも、弾いてなお好きになったという曲なんですね。イントロはもちろん最高にかっこいいんですけれども、私的にはですね、このサビのバックで弾いてるギターがめちゃめちゃかっこいいんですよ。これ隙間を作るようなギターリフとかもありますけど、これの場合はね、すごく綺麗にうまくこう考えられて詰まってるっていうのかな、良さが、いろんなこうちょっとしたこうフレーズが入ってて、それがめちゃくちゃかっこよくて、弾いててもすごい気持ちいいんですよね。これ多分演奏された方は皆さん同じような感想を持つんじゃないですか。すごくかっこよく、自分でこう気持ちよく乗れる曲なんじゃないのかなと思います。あと、ギターソロの後半になるところのこう決めのフレーズみたいなね、あれもめちゃくちゃかっこいいんですよね。ああいうのが入ってこう耳で覚えやすいっていうのはすごい大切だと思うので、そんな難しいフレーズを弾いてるんじゃないんですけど、逆に言うとそれは覚えやすい、耳に入りやすいフレーズになってくるのかなと思いますので、そういう部分も注目して聴いていただけたらなと思います。推しの2曲目ですね、アルバムの5曲目に入っております、ワーニングアクションでございます。こちらの動画、以前ですね、エクスプロージョンさんから出されましたヘビーメタルホース1に収録されている曲でございます。今度はね、トニーさんが歌ってるんですが、それを俺は初めて聞いたので、アンセムとしてはね、このアルバムのワーニングアクションを聞いた時に、これ若干ちょっとこう違和感があったというか、当然ボーカリストが違うわけですから、で歌詞とか歌い回しもちょっと変わってるんで、あら、俺の聞いてたワーニングアクションと違うなと、俺も若かったんで余計になんでこういう風になったのかっていう風に考えないで、単純にちょっと違和感があるなと思って、今全然そんなのないですよ。もう普通にワーニングアクションだなと思って聞くんですけど、でね、この時の動画の時にもいろいろ話してて、ワーニングアクション最高だぜっていう話はしてるんですけど、やっぱりね、この曲は、ツーバスどこどこはもちろんすごいかっこよくて、もう全編ツーバスですからね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、やっぱイントロのリフですかね、この曲に関しては本当にかっこいい。これは実際にちょっとパクりましたパクったんじゃないな、オマージュ、パクったっていうよりかは、こういうのってどうやって弾くんだろうって最初に思ってちょっとコピーして、で自分の曲に取り入れられないかなと思って少し混ぜたりしましたけど、全然もちろん違いますけど、こんな風になったらいいなっていうのは、自分の中にこう取り込んだ一つの要素だったですね。そのぐらいこのイントロのリフというかかっこよかったですね。これはね、前の動画でもお話ししてますけど、これね、ソロ後からか音程がどんどん上がっていくんですよ。演奏してる側はそれでいいんだけど、
ボーカリストはもう死ぬなっていう話で、どん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 キーが高くなっていくわけだから歌えなくなっちゃうんですよね。まあそういう点で昔はよくそういう手法っていっぱいあったんですけど、最近ではあんまり聞いたイメージは俺はないけど、昔はよくこういうのがあったんで、俺もそういう曲作ってる記憶がありますが、大変なんですね、ボーカリストさんはね。でこれツーバスもずっと大変なんで、ボーカリストさんとドラマーさんにはすごい大変な曲かなと思いますが、聴いてるこっちはね、そんな関係ないですから、めちゃめちゃかっこいいじゃん、これ乗れるじゃん、頭触れるじゃんっていうのが、まあ、基本なんで、まあ、この曲に関してはもう本当にその2点、イントロのこのリフで、この2バスどこどこがこれ最高かなと思います。まあメタルを全然知らない人がこれを聴いたら、え、なんかすごい、なんかすごい迫力がみたいになっちゃうかもしれないけど、まあでも本当代表曲かなと思うので、全然知らない人、メタルをね全く知らない人にむしろいきなりドンとおすすめした方がいいんじゃないかなと思うような曲でございますね。はい、推しの3曲目でございますけれども、アルバムのラストに入っておりますスティーラーでございます。まあこれも私がよく言う早いやつっていう曲でございますけれども、よくよくこれ聞いたらね、これも2バスすごく多くて、まあ、かつソロ後に一音上がるっていうね、これもなかなかボーカリストさんとドラマーさんには鬼仕様かなと思いますけれども、さっきと言った同じようにこれ早いの好きなんで、まあそういう点では乗りやすいし頭も振りやすいのかなと。今回このアルバムの推しを自分でバーって頭から聞いてた時に、この3曲を選んだ中の2曲が速いやつですから、やっぱり俺2バスどこどこで速い曲、速いやつってやつね、この方が俺好きなんだなっていうのが自分でよく分かりました。まあよく俺話してるんですよね、まあミドルは難しい、あとまあバラードっていうのも作るのも難しいし、あんまり聞かないっていうことを踏まえると、イントロがかっこよくって、まあ要するにね、リフがかっこよくて速くて2バスどこどこでっていうのが基本的に好みかなと思うんで、まあ私やっぱりメタル大好きなんだなっていうのがよくわかる。この曲は本当にそういう感じの曲でございますね。あとね、サビがかっこいいんですよね。メロディーとか歌詞とかがすごくかっこよくって、歌詞を聴いててもこうイメージがすごくできるっていうか、こう情景が浮かぶような感じですし、それに対してのかっこいいメロが乗っかってるんで、その辺も意識しながら聴いてみたらいいかなと思います。まあね、冒頭でも言いましたけど、最初の頃はね、アンセムって俺が若い時はねそんなに聞かなかったんですけど、まあ実はですね、まあ曲はもちろん知ってて、でメディアのドラムのね田村がアンセムさんの YouTube で出てる、スタジオライブみたいなやつ、これすごいかっこいいよねって話になって、でそれを見た時に一気にそこで俺がアンセムさんにハマっちゃったという感じで、俺が見たそのスタジオライブっていうかやってたのはファーストの曲が多かったんで、なんていうのかな、今風味っていうよりかはもう本当にアンセムの王道の曲っていうかね、そういう感じのが多かったんで、まあ、より俺的にはこう響いたっていうか、ハマったというか、めちゃめちゃかっこいいなおいと思って、そしてうまさですよ、皆様のね、スタジオライブですよ、一発撮りですよ、めちゃめちゃうまいの当たり前なんだけど、これがかっこいいなと思ってね、まあ、それで一気にハマって、一時期俺 YouTube におすすめ全部アンセムだったからね、もう俺は見まくってたから、やっぱり昔から変えない姿勢といいますか、アンセムっつうのはこういうもんだっていうのをねずっと貫いてるバンドだと思いますし、まあ、男臭いっていう言い方はちょっとまた違うかもしれないけど、まあ、硬派な感じがねすごく受けてると思いますし、実際に俺もそういう音楽曲が好きだしやりたいなとも思うんで、まあ、アンセムさんにはこの道というかもう突き進んでいただきたいなと。日本にアンセムありじゃないですけど、もう海外には負けないし、なよなよした音楽なんてやらねえんだ俺たちにはっていうこの姿勢をねずっと貫いてほしいなと思いますね。本当にかっこいい。特に俺がアンセムさんで今気に入ってるのはやっぱりギターかな、新しいのも聞いてますけど貫いてるんですよね、アンセムという音楽を。特にギターに関してはそれをすごく感じるので、まあ、今後本当にねそのまま行ってほしいなと思うし、やっぱねコピーしたくなっちゃうリフなんですよね。まあリフ対象多いんですけど、アンセムさんは今のギタリストは清水さんですけど、ものすごいテクニックを持ってるしめちゃくちゃうまいし、そんな簡単に真似はできないんだけど、だけど気持ちいいリズムの取り方とか、あの方リズムすごいんで、そういう部分とかも参考になりますし、まあ本当にあちょっと俺もこういう曲作ってみようかなって思わせてくれるようなリフが多いので、そういう点でもね注目していただけたらなと思います。本日は以上でございます。
面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。